はいどうもこんにちは、さかなです。サブローディがビロゼロやってきます。前回は何やったっけ。あーそうだ、思い出したぞ。そっか、前回はあのデカ物のスキャンに成功したんだな。そうそう、あとシートラックを作ったんか。なんだけども結局スキャンが全然足りないから、まあ今回もなんか物探していこうって感じだよね。うん、あとそうか、前回の通信塔のなんか変な部品も見つかるかもしんないから、前回置いたあのビーコンとこ行って探索していくと。なんかちょいちょい攻撃されてね、これ。出た、リバイアさん今作の最強生物。ああるな、取りいけるかな。今回ねちょっと回復をね大量に持ってきたんで。待って、スキャナーが装備されていないよ。スキャナースリーパーモジュール、いてー。あ、こいつの攻撃か。そこまで即死するほどではないな。ここか。あ、これだこれだ、前見たとこ。ここをちょっとじゃあ全体照らすようにしといて、でちょっとあとこの修理しときたい。よしよしよし、ご飯。これでなんか拾った、知ってるやつだ、知ってるやつ。バッテリー、水、ありがたい。あ、ファブリケーター、シートラックファブリケーターモジュール、あ、なんか作れるようになったぞ。シートラックアクアリウム、焼き切るなんだよな。これが違うんだよ。なんか落ちる、なんもない。硫黄を取って、やばいやばいやばい、どこだ。よしよし、いいぞ。やっぱシートラックだからさ、いろいろさ物詰めるのかな、後ろに連結させてね。この周り見てこう。いや、シートラックだからこそできることだな、これは。酸素を気にしなくていいから。で、前回のビーコンのところ。あるね、あるね。これ、体当たりで倒せないかな、こいつ。邪魔なんだよね。いけるかな？どこへ行こうというのかね。倒した、やった。え、なんかすごそうじゃね。なんだこれなんだこれ。あ、異星人のテクノロジーか。設計図ではない。これなんだこれ、シートラックプランターモジュール。これさ、あの前作のシーモスの画像出てるけどさ、完成したら見た目変わったよね。シートラックになったよね。あ、え、このなんか沈没船みたいになってる。え、なんだこいつ。どこだお前。俺に惹かれたいのか。僕に惹かれてみる。最近仮面ライダー電王見てるからさ、おらあれは釣られてみるだけど。え、シートラック強っ。あいつなんだ。え、なんか明るくなってきていろんなの見える。なんだ、キノコがぶっ倒れたみたいな、ある。あ、こいつはなんか攻撃的じゃないね。うわ、深いなここ。こいつが 150m までだから深さが。初期段階で。あ、やばい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 。ここまでか。待ってよ、じゃあここにビーコン出しとくか。ビーコンで、ビーコンの名称、浮島。これでいいや。ん？中入れる？
まさか。あ、入れた。あ、なんかある。水と栄養ブロックだ。おっと？うわ、これレーザーカッターいるわ。バッテリースパインフィッシュ、なんか取った。あ、もう一個出口ある。うわ、なんか酸素ある空間あるな。うわ、レーザーカッターいる。あ、こっち側いける。なんか設計図欲しい。出口か。あ、なんかある。パワーセルだ。ありがたい。なんかあれ、なんかあれ、なんかあれ。あ、上いける。あ、ここ、酸素、酸素。栄養ブロックと水、めちゃくちゃあんな。なんだここ通れねえ。なに、おお、なんか細道発見。なんだこれ、通気口みたいな。おお、なんだ、パワーセル。お、繊維の記録。これ待てよ、また戻らないとまずいな。まずい、溺れる。はっ、こう来てここだ。とりあえず今はこんなもんか。あ、出た、泥棒の巣だ。見てみよう、なんかあるらしいんだけど、この先になんかあるかな。あ、また巣だ。あ、待って、出た、あの爆発するやつの巣か、ここ。あ、いて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 、危な。酸素もらっとこう。待って、これ帰れるか。お、なんかある。あ、来た、プロパルションキャノン、レーザーカッター。まあ、ただこれ死ぬんじゃねえか、これ。酸素、まずいまずいまずい。酸素、酸素、レーザーカッターあったぞ。まずい、酸素絶妙な位置にある。こいつを持ってくか、ポンプを。使えるんじゃないか。てか、またこれやりすぎてるよ。もう1時間経っちゃったじゃん。やりすぎだって。ちょっと夜ご飯作らないといけないから、ちょっと急がないとな。この辺から降りてくか。展開 C の、お、ありました。巣じゃない、そっちじゃない。レーザーカッターきたー。あと1個、あと1個なんだけど。お、なんかある。異星人、すごいぞ。めちゃくちゃ発見してる今回。お、あったか。きたー、オッケーオッケーオッケー。よーし、レーザー勝った、やったぜ。多分すげえカットしてると思うけど、めちゃくちゃ探してるわ。
じゃあ回収して帰ろう。やべ、泥棒来た。待て待て待て、やめてー。お前とはもう遊ばないの。俺が C トラックに乗ってる時だけ遊びに来ていいよ。遊んであげるから。おい泥棒、取られた、返せ。よし遊ぼうか。じゃあ遊んであげるよ。待って遊ぼうよ。おらどうだ、楽しいか。よっしゃ帰ってきた。じゃあね、僕はね晩ご飯を作らないといけないんでね、ここで終わっときますよ。ご視聴ありがとうございました。次回レーザーカッターを使ってね、なんか開けれなかったやつをね開けていこうと思います。ではまたお。